今日紹介するおもちゃはこちらです。これはですね、えっと、ま、100円ショップに売っているプチブロックシリーズという まあ、ブロックですね。の、すごい、ツイッターでですね、面白い商品があるって話題になってたので、ちょっと見に行ったらあったので買ってみました。うん、まあ、ロボットですよね。それがオリジナルのこの、まあ、ナイトと呼ばれる人型と、うん、こんな感じと、<laughs> ジェットと呼ばれる変形、 型うわこれもいいですねそしてよいしょファイターと呼ばれる人型まあナイトとファイターうんまあ人型2つと変形型1つのロボットが発売されてたのでこれをちょっとまあ今日はこれにしようかナイトからいってみたいと思います袋から出すのは上にこうジップロックのようなこう 口みたいのつってて、ここでしっかり、うん、梱包されてますね。はい。あ、さらに、梱包されてるブロックと、あとは、よいしょ。はい。えー、あ、説明書もしっかり、よいしょ。入っておりましたので、えー、早速、組み立てちゃいたいと思います。 通常のレゴよりもめちゃくちゃちっちゃいですね、これが、うん。部品とかなくさないように気をつけないと慎重に作っていってみます。はい。ある程度ですね、パーツを組み立ててみました。うん、ここまでで、まあ、結構ですね、細かいパーツが多くて、 10分、15分くらいはかかっちゃいましたね。うん。こんな感じで。うん、あとは、まあ、結構細かく説明書書いてくれてるんですけど、うん、ちょっとですね、こう、ズレとかが、うん。ここの位置とかも、なかなか難しかったですが、こっからですね、さらに、一気に、ロボットに組み立てちゃいます。 はい。完成しました。プチロボットのナイト人型ですね。はい、どうでしょう。めちゃくちゃ、うん、かっこいいというか、うん。これが100円だとは、もう思えないクオリティですね。うん。とても素晴らしいと思います。うん。近くで見ると、まあ、クリアパーツも使われていて、 とんでもない商品出ましたね。これは。すごい、うん。人気なわけですね、うん。背面はこんな感じで、そうですね。騒動とか衝動くらいの大きさだと思いますね。うん、まあ、稼働をちょっと細かく、まあ、見ていきましょう。首はですね、うん、とこう、ここで、 ついてるんですよ、ね、こう、うん、押し込むような感じでついてるので上にスイングすることと横もですねこう自由自在に動かせますね、うん、そして渋みがすごいよいいですね下手れとかもまあ型バカなでないですね、うん、特徴的なのはですねこの ボールジョイントのような形の、うん、つなぎ目なんですけど、うん、ここにこう割れがあるので前はこんな感じですけどぐるっと回すことができます。はい、肘もよいしょこんな感じでぐっとうん曲げることできますね。 反対側も同様ですね、まあ、自由自在に動かせて手首もボールジョイントで動きます優秀ですねはい腰は腰はというか腰もボールジョイントなので、うん、よく動きますね 後ろに反らせることはとてもできるんですけど、前はちょっと干渉しちゃって、うん、ちょっとしか曲がらないですね。うん、といってもブロックなので、こういうのを外しちゃえば、もうちょっとは可動範囲も広がったり、よいしょ、組み替え遊びも楽しそうですね。はい、横にもスイングできて、うん 足は、まあ、股の部分というか、ここの部分ですね。うん。あとは肘も9、え膝ですね。もう90度曲がって、ここでもロールするので、うん。下手なアクションフィギュアを買うよりも、めちゃくちゃ動きますね、これ。すごい、すごいロボットが出てきましたね。付属の武器も、 パーツで、こういう風に作れるので、例えば手に持たせちゃうと、こんな感じで、よいしょ。はい、持たせると、どうでしょう。このロングソードも迫力があって、こんなのもついちゃったらもう言うことないですね、全く。うん。ナイトという、 だけあってうん、武器もかっこいいですねこういう感じで、うん、非常にプレイバリューが高いこうまあちょっと外れやすいというかまあがっちりしてますけどこういう感じで背中に持たせたりすごい遊ばせがいがありますね、うん、もう両手持ちとかも 全然いいけるんじゃないかなかこうやって。はい、うん。分度との違いがありますね、これは。余ったパーツが、うーんとこんな感じであります。<laughs> はい。ちょっとバラバラに単純にくっつけただけなんですけど、例えば、こういうふうに持たせると、うん、ちょっと待ってください。はい、ここにつけると、 うん、シールドのような感じに、まあ、なんちゃって変形もできますし、あ、ちょっと接続の部分が悪いですね。うん、まあ、こんな感じでもいいかな。はい。こうなると、もう、縦と剣みたいな形で、まあ、自由自在に折れ変形させることができますので、うん、いろいろポーズをつけてみましょうか。 こんな感じの斬撃ポーズだったり、まあ剣をこう下に構えるポーズもできますね。膝立ちも難なくこなせちゃいます。ここまでまた広がせることができるので、重心を低くして剣を振り下ろすポーズもめちゃくちゃ決まります。ちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、首がすごい動くので、 こううん、90度上に向かせることができるので、<laughs> ちょっと10なんか持たせるとラストシューティングのポーズなんかもいけそうな気がしますね。うん、すごい楽しいですね。こんなポーズもできちゃいますね。 ナイトというだけあって、やっぱり縦が予備パーツで自由に作れるので、やっぱり剣と縦は非常に相性がいいですね。はい、今日紹介したのはプチブロックのナイト、人型を紹介しました。うん。まず何と言っても価格ですよね。もうこのクオリティで100円は ありえないですね。うん、もっと取ってもいいと思いますね。うん、さらに、このパ、パーツパーツが、へたりがなく、非常にしっかりしているので、うん、遊ばせてても、うん、ストレスなく、全然いけちゃいますね。うん、さらに、余剰パーツもいっぱいできるので、縦として、 持たせたせり後ろにつけたりすると、うん、ウィングみたいな形でもう無限の遊びができちゃう恐ろしい商品が発売されてますね、うん、是非これはおすすめできると思います次回はですねこのプチブロックのナンバー2ジェット と変形型を紹介したいと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた皆さん、動画でお会いしましょう。せばねー。